これやっちゃダメだよ。金運を上げるとか下げるどころの話じゃなくて、誰でも簡単にすぐできる3つのことをね、皆さんにお伝えしていきたいと思います。皆さんこんにちは。世界で活躍する竜使い、ドラゴンマスター、慎吾です。今日も YouTube 始めていきまーす。トゥルッキー！おめでとうございます。今日も僕が作りました竜の置物中竜ちゃんと一緒に YouTube をやっていきます。この番組は運命を変えたい、自分軸を立てたい、人生パッカーンしたいという方がですね、見るだけで人生が変わっていくという、そういう番組ですので、最後まで見ていただけると嬉しいです。はい、ということで今日はですね、金運のお話ですね。金運、これをやったら金運落ちちゃうからやめてねっていうお話をしていきたいと思います。かくいう僕はですね、金運についてすごいたくさん学んできましたね。人生経験を積み重ねて、自分が人体実験のようにして金運についてたくさん学んできたんです。なので、ニュースを見るよりも絶対 YouTube を見た方がお得だと思います。僕のその金運についていろいろな学びをですね、逐次皆さんにシェアしていますから、あーなるほど、こうやってやれば金運が上がるのか、これだったら自分ができるのやってみようっていうのをね、一つでも二つでも取り入れてもらって、全部やれとは言いませんから、自分の人生に組み込んでもらうと、それだけで人生変わっていきますからね、ぜひね、楽しみに、いつも見ていただけると嬉しいんですけれども、じゃあね、金運ってそもそも何なのって話ですよね。金運が上がるとどうなるか、シンプルに考えると、まあ、例えば宝くじで高額当選当たったりとかね、もしくは臨時収入が入りましたとか、あとはお仕事している方だったら、収入が上がりました、売上が上がりました、お客さんが来ました。これも金運が上がったことだと思いますし、ですので、まあ、シンプルに金運が上がるというのは、まあ、お金の入りが良くなるということですね。常々 YouTube でもお話ししてるんですけれども、この竜ね、竜は運の運び屋さんなんです。ですから、竜さんと仲良くなると運が良くなるんです。勝手に良くなります。なので僕はね、竜の置物を家に置いてくださいねとか、竜のそういう絵をね、家に飾ったり、竜のグッズを使ってくださいねみたいなことを言ってますけれども、そう、竜をそばに置いているだけで、まずはね、金運上がります。これ大前提としてね、大前提として皆さんにお伝えしておきます。竜の力使うということですね。で、今日はそれ以外のね、これやっちゃダメだよっていうね、そういうお話をしていきたいと思います。で、3つ今日ね、用意しました。誰でも簡単にすぐできる3つのことをね、皆さんにお伝えしていきたいと思います。題して、金運下げるからこれやっちゃダメーのコーナーということでね、まず1つ目でございますけれども、1つ目、常に不機嫌ですね。はい、不機嫌な方には残念ながら金運がやってきません。ずっとこうやってはぁとか、はぁいいなとか、なんかつまんないなとか、いいことないかなとか言ってる方はですね、残念ながら金運が上がらないんですね。で、なぜかというと、金運の神様といえば竜ですけれども、他にも金運の神様いますよね。例えば七福神の布袋様とか大黒様とか金運の神様だっていう風に言われてますよね。だから商売繁盛って言ってね、その大黒様とか布袋様の置物をそのお店に置かれてるようなね、そういう方々もいらっしゃると思うんですけれども、その布袋様とか大黒様の表情見てください。不機嫌でしょうか。なんかこんな嫌そうに袋持ってる布袋様とか、嫌そうに打ち出の小槌持ってる大黒様いないですよね。基本的にみんな笑顔笑ってるんですよ。だから、お金の神様イコール笑いなんですね。笑ってるエネルギーとお金のエネルギーってすごい近いんですよ。お金持ちの人って不機嫌な感じします？むっちゃ金余ってんだよねみたいな人ってあんまりいないと思うんですよ。なんか楽しそうに幸せそうにニコニコしてるじゃないですか。あれ、お金があるからニコニコしてるんじゃないんですよ。お金がある前からニコニコしてるから、お金がやってきたっていうことなんですね。昔からは笑う角には福来たるっていうことわざありますよね。あれもまさにそのエネルギーの世界をまとえて表現してるんですよ。笑うとお金が来るんです。で、実際に僕が会ってきた幸せなお金持ちの人たちもみんなね、機嫌がいいんですよ。まあ、すっごい笑顔の方ばっかりだったかっていうとそうでもないかもしれないけど、でも機嫌が悪い人っていなかったね。なんかずっとこういうしかめっ面なお金持ちって、幸せなお金持ちね、不幸なお金持ちはいたかもしれないですよ。なんか部下のことを、もしくは社員のことをいじめて、安い給料でこき使って
って自分だけが利益を取るみたいなね、そういうお金持ちは不機嫌かもしれないけど、そうじゃなくって、自分も周りも従業員の人も関わる人たちがみんなハッピーになるような幸せなお金持ちの人たちに、不機嫌な人一人もいなかったんですよね。で、一番僕がこうモデルにしてるのはやっぱり武田和平さんという方ですね。ご存知の方も多いんじゃないかな。武田和平さんっていうのはね、まあ知らない方もいると思うんですけれども、まあ、超大金持ちです。まあ簡単に言うとね、お菓子の会社さんをやってて、で、そのお菓子の会社さんが成功して、その後投資の世界でね、すごく有名になって、本当にすごいお金持ちなんですよ。もうとんでもないんですね。その方ね、いつもいつも笑ってらっしゃったんですよ。ニコニコして。すごい笑顔だったんですよ。僕もね、お会いしたことあるんだけれども、ああ、こういう人が幸せなお金持ちなんだなっていうのでね、20代のうちに僕、そういう人にお会いできててよかったなっていうふうに思ってるんですけれども、そう、お金のエネルギーというのは笑いのエネルギーというか、こういうにこやかな機嫌のいいエネルギーなんですね。で、不機嫌な人っていうのは、分かってほしいエネルギーが強すぎるんですよ。例えば、子供ってよく不機嫌になるじゃないですか。ママーみたいな。あれって自分が機嫌が悪いことで親の注意を引く、そして自分が都合よく自分の思い通りに親を動かしたい、もしくは周囲を動かしたいって思う子供の表現なんですよね。で、お子さんはしょうがないんですよ。なぜかというと、まだね、知恵も知識もないし、言葉数も少ないから、もう機嫌悪いとか泣くとか、そういうことでしか周りの世界とね、コミュニケーション取ることができないんだけれども、まあ言うとあれだけれども、まあいい大人が不機嫌だと、それはもう幼稚なんですよね。子供なんですよ。もうなんかずっと不機嫌で、なんかめんどくさい人いるじゃないですか。ああいう人って構ってちゃうんだから、結局人のエネルギーを奪う人なんですよ。子供は奪ってるんじゃなくて表現力がないだけなの。大人の不機嫌は人からエネルギーを奪ってるので、奪う人にはお金は入ってこないんですね、残念ながら。で、笑ってる人って何、どういう人かっていうと、常に何かを与えてる人なんですよね。だからお金が入ってくるんですよね。与えるものが受け取るものですから、与えてくるから循環するんですね。自分から何も与えずに奪おう奪おう奪おう、その端的な表現方法が不機嫌なんです。ね、だから不機嫌な人には近づかない方がいいですし、自分がちょっと不機嫌気味だなーっていう、体調が悪いとかそういうのはしょうがないですよ。それはしょうがないと思うんだけど、なんか嫌なことがあるとすぐ不機嫌になって構ってほしいって思いがちだなって思う人は、ちょっと気をつけてみて、自分の機嫌は自分で取る。それが幸せに生きる、もうベース中のベースですからね。ぜひ今日から機嫌を自分取ってください。僕は毎日自分の機嫌自分で取ってるよね。僕だってなんか嫌なこととかないわけじゃないんですよ。だけどすぐに切り替える方法自分で知ってるからね。それはこれだけ YouTube でこういう話をしてるんだから、自分でできなきゃダメですよね。だから発信者として自分が言ってることをちゃんと自分でできるようにっていうことで、本当に日々日々自分のエネルギーには細かく細かく注意をして、機嫌が悪くならないようにしています。はい、それではですね、金運下げちゃう行動の2つ目ですね。2つ目は自分のことだけにお金を使うですね。もちろん自分にお金を使っちゃいけないわけじゃないんですよ。でも自分のことだけにお金を使って、何か他の人が喜ぶようなことにお金を使わないと、なかなか金運は上がりません。で、これはまあ他の人っていうんだけど、まあ、自分以外の存在、例えば神社とかでもそうですよ。僕は神社にね、いっぱいお賽銭を入れてくださいねみたいなこと言うんですけど、あれなんで言ってるかっていうと、皆さんの金運を上げるために言ってるんですよね。自分のためにお金を使うだけだと、やっぱりね、どうしてもエネルギーがちっちゃいんですよ。ここだけしか回らないからね。だけど、どん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 他の人が幸せになるようにお金を使うとですね、金運って上がっていくんですよ。これ不思議ですよね。あ、もちろんね、これを聞いてる人でちょっと誤解があるんじゃないかなって思うんだけど、それはなんか自己犠牲になってくださいねっていう話ではないですよ。自分のやれる範囲で結構ですからね。なんだけれども、やっぱり人にお金を使っていくと、本当にね、それこそ倍返しだみたいな感じで、いっぱいお金が返ってくるの。これはもう奥男の言うことだから信じてほしいんだけれども、これをね、僕ね、初めて経験したのは、まだ本を出す前ね、僕、龍博士のことが大好きで、龍博士の本が出た時に、龍博士の本を100人ぐらいの人にプレゼントしたんですよ。で、そしたら、いっぱいの人から、すごい感謝の言葉をもらって、
って、慎吾さんありがとうございますみたいなね、エネルギーを受け取ったんですよ。で、そっからやっぱ金運上がったんですよね。で、それからというものの、自分が出たユホビカっていう雑誌をね、200冊プレゼントしてみたりとか、あの前にもやりましたよね。あの、この YouTube でも、田無神社に行った時にお守りを結構な量買っていて、YouTube のを見てる人たちに抽選でプレゼントしたりとか、僕の書いた本の印税、お金を呼び込む竜とか、神社の本とかの印税は全部神社さんにね寄付しています。お金を呼び込む竜という本は玉木神社さんにね全額寄付するというのも決めているので、発生するたびに1年に1回ご奉納しに行くんですけれども、そんな風にですね、他の人が喜ぶようなことにお金を使うっていうこと、これね本当にすごいんですよ。やっぱエネルギーの動きが大きいからなんでしょうね。どん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 金運が上がります。金運が上がるだけじゃなくて、人から感謝されるんですよ。ありがとうございますって言われるの。慎吾さんありがとうございます。そうだよね。本もらったら嬉しいですよね。お守りもらったら嬉しいですよね。うん。あとはこの間作ったあれだ。龍のお賽銭袋あるよね。龍のお賽銭袋をドラゴンコミュニケーター養成講座のリアルで来てくれた人には全員プレゼントしたのね。そしたらもうみんな喜んでくれて、そしてそれを受け取ってくれた人がお賽銭入れて神社にね、お賽銭を入れてくれたんだって。だから僕初でいろいろな喜びが出てるわけですよ。お賽銭袋もらった例えば A さんと B さんと C さん嬉しいです。で、その A さんと B さんと C さんもお賽銭を入れて神社に、各地方のね、自分家の近くの神社さんにお賽銭入れたら、その神社さんも嬉しいです。神社さんが嬉しかったら神様も嬉しいです。龍神様も嬉しいです。だからみんなハッピーですよね。だからいかにお金を使って誰かをハッピーにするかっていうことを考えておくってことなんですよ。僕が、じゃあそれってお金があるからできるんですよねっていうふうに言われがちなんですが、これ実は僕お金がない時からやってたんですよ。例えばコンビニエンスストアでお買い物をしてお釣りが出たら募金箱に入れるようにしてたりとかね。駅前に大道芸人さんとかが来てて、大道芸人さんが芸をしてくださいました。で、最後さ、お金入れるじゃないですか。あれも結構多く1万円とか入れてたんですよ。で、それは自分感動したからだけどね。みたいな風にしてお金がない時から結構他の人にお金を入れるっていうことをやってたりとか、ご飯をおごるのがすごく趣味でしたね、昔から。だからお金がなかったのかもしれないけれどもまあそれがね、回り回って多分5年10年経ってる今回ってきてるんだと思います。よくね、宇宙貯金っていう言葉あると思うんですけど、徳を積むってことですね。徳を積めば積むほど宇宙にそのエネルギーが貯金されてきて、必要な時にダラダラダラってね、お金として現金として降りてくるっていうような、あの話を聞くと思うんですけど、あれね、本当の話だから、ぜひやってみてください。で、繰り返しになりますけれども、自分のできる範囲でいいからね。だけど自分のできる範囲ってちょっとコンフォートゾーン、つまり快適な場所でしかなかったりする可能性があるから、例えば誰かにね、何かプレゼントをするのを1000円ぐらいかなと思ったら3000円にしてみるとかね、3000円ぐらいかなと思ったら5000円にしてみるとか、お賽銭も1000円かなと思ったら5000円にしてみるとか、100円かなと思ったら500円にしてみるとかね、そんな風にしてちょっと自分がこれぐらいかなと思うのよりも多めに他の人の幸せのためにお金を使うと、それは何倍にもなって帰ってくるからね。またこれも重ねてなんですけれども、自分を満たすことを前提にですからね。自分を満たすことをやって、ハグマイセルフをした前提で他の人を喜ばせるようなことをしてみると、金運が爆上がります。爆上がります。これ本当の話ですからね、ぜひやってみてください。はい、ということで3つ目ですね。金運を下げる行為3つ目は、1年に1回も神社に行かないこれはね、ちょっと金運を上げるとか下げるどころの話じゃなくて、幸せになるかならないかの話のような気がしますけれども、でもやっぱりまだね、この YouTube 見てくださっている方、神社にあまり馴染みがないっていう人もね、結構いらっしゃると聞きましたので、これはやっちゃダメだよっていうのにね、加えてみました。あのね、神社に行かないと本当金運上がりませんから、絶対行ってくださいね。近所の神社さんでもいいんですよ。必ずね、神様に手を合わせるという行為を日常的に、まあ毎日じゃなかったとしてもですね、月に1回は必ず、手を合わせるようにしてください。で、なぜそういうことを言うかというと、やっぱり僕は神社に行きまくってエネルギーが変わりました。神様のエネルギーが降りてくるようになりました。神様の力をお借りできるようになるようになりました。龍神様の力がお借りできるようになりました。龍さんを見えるようになりました。だから神社っていうのは、この間も言ったけれども、万能薬なんですね。ですから金運が上がるのも効くんですよ。間違いないんです。で、前回ね、神社の参拝の仕方、お伝えしましたので、詳しい参拝の仕方については前回の YouTube を見ていただきたいんですが、まあそれ以前に前提としてね、神社に行かないのはぜひやめてください。これは本当にやってください。神社で龍さんにお金をお願いしていいんですからね。
でも僕も龍さんお金くださいって何回言ったかな、もう2万回は軽く超えてるかもしれない。でなぜかというと、僕サラリーマン辞めた後何もなかったから、本当に仕事もないしお金もないしやること何もなかったんですよ。ただただ神社巡りはしてましたけれども、その時にね、玉城神社さんの龍神様からもっと望めもっと望めっていう風に言われたから、ああ望んでいいんだなっていう風にお金のブロックがぶっ壊れて、それから龍さんお金くださいってやっぱりたくさん言うようにしてきたんです。でその結果もう金運が爆上がりで止まらないんですよ。それこそ金運流上、爆上の状態をずっと続けてるわけですね。それの一つのコツが神社に行くことっていうことなので、ぜひですね、神社に行ってお参りして金運を上げることね、お祈りしてください。そしてね、絵馬にね、金運流上爆上って書いて、奉納してください。そうするとですね、金運流上爆上って書いた仲間たちが何人かいて、やったなんか嬉しいなみたいなね、あ、慎吾さんのこと知ってる人が何人もいるなみたいなのとか、あとは多分知らない人だったら何だろうこの呪文はみたいに思うかもしれないけれども、それはそれでね、全部含めてすごく楽しいと思うので、金運が上がるために金運流上爆上って絵馬に書いてね。一方でやっぱりちょっと病気がちなんですとかね、家から出られないんですとかね、いろいろなご事情がある方がいらっしゃると思います。その場合はね、お友達に代理で行ってもらうっていう手があります。自分が行かなくても他の人が代理で行ってもらって、その人があなたのためにお祈りするっていうのもこれね、間違いなく効果があるんですよね。ですから誰かお友達でね、神社に行くって言ったら、ちょっと私の分もお祈りして来ていただけないっていう風に言って、で少しねお賽銭をお渡してください、これ奉納してきてねっていう風に言ってもらえると、多分ねみんな喜んでやってくれると思います。それでもね、神社に行ったことになりますので、もしご自宅から出れないっていう状態の方はですね、そのようにお友達にやってもらうということをやってください。もしくはですね、ヒーラーさんとかチャネラーさんとかで代理参拝のサービスをやっている方がいらっしゃいます。その方にお金を払って委託するというのもありですね。やっぱり神社さんって交通費もかかるし宿泊費もかかったりするので、もちろん有料でやるっていうのが当然だというふうに思いますので、ヒーラーさんセラピストの方にね、ちょっとそうやって有料でね、お願いするっていうのも一個手かなというふうに思います。まあ、できればね自分で行った方がいいんですけれども、どうしても行けないという方はそれを利用してみてください。まあ何はともあれですね、上機嫌でいることですよ、笑顔でいることですよ。そしたら金運が上がるし、人生も良くなるし、みんなハッピーになりますからね、ぜひやってみてくださいね。ということで YouTube 今日はここまでとしますけれども、ぜひチャンネル登録まだっていう人はね、登録してくださいね。お願いします、お願いします。はい、そして僕の公式 LINE と僕が校長を務めます人気スピリチュアルマスター養成スクールの公式 LINE の URL 概要欄に貼ってありますので、こちらも登録してくださいね。あとボイシー、インスタ、ツイッター、ブログなどもやってますので、ぜひ全部コンプリートでフォローしていただけると本当に嬉しいです。はい、ということで YouTube を終わりにしていきます。見ていただいたあなた、愛してるよ。せーの、リュウ、またね、バイバーイ。皆さん見ていただいてありがとうございました。人気動画はこちら、チャンネル登録はこちら。それでは次の動画でお会いしましょう。せーの、金運流上爆上、またね、バイバーイ。